待ってください。ちょっと装備を変えて、アトロクだ。これに変えて、まあいいか。あ、そっか、多分メニュー開いてる間もこれ進んじゃうのかな。おお、あ、その前にセーブさせてください。お願いします。行きましょう。いっそっけいっそっけ。あ、できた。ジェシーさんだっけ。ジェシーさん先に。ダメか。ジェシー、助けに来た。大丈夫だ。復活。足が伸ばして。サンキュー。いや、飛び越えないでくださいよ、ちょっと。なんか、あれ？あー、来た。早く早く。こうか。すげえすげえ。急ぎましょう。こうか。いっそっけ。よし。いや、ちょっと、敵出んのか。もう、そんな暇ないのに。まあ、勝ったのは嬉しいけど、今そんな番じゃないんですよね。急いで脱出しないと。うん。はい。急ぎましょう。おぉ。こうか。あれ、ジェシーさんどこ行ったの？あ、ジェシーさん置いていったのかな、俺を。もう、一緒に行けばいいのに。コード解除。オッケー。急げ急げ。頼む。行く。コード解除。オッケー。急げ急げ。おーっと。急げ急げ。いっそっけ。ちょっと、ジェシーさん。多分ジェシーさんだと思う。急げ。おっ。一番魔功炉、爆破。FF7 の最初の名シーン、一番魔功炉、爆破。達成いたしました。ふぅ。星の命、ちょっとは伸びたかな。そうっすね。できた。下がって。え、なになになに。ドゥー。おお、クラウドがもう前転した。おお、ウェッジ大丈夫か。さあ、引き上げるぞ。ランデブー地点は8番街ステーション。各地単独構造、列車に乗り込むんだ。え、こっから一人っすか。おい、金の話なら無事にヤジトに帰ってからだ。まあ単独なんですから仕方ないっすね。いや、ここまで見ても当時このね、 FF6 から FF7 のグランに上がって、まあさっきも言ったと思うんですけども、驚いたでしょうね。もうそれはもう今自分プレイしてもなおもすごいと思っても、さすが FF7、 20年経っても色あせることないこの迫力。リメイクだともっとすごいことになるんですよね。花売りねえ、何があったの。どれにすればいいんだろう。気にするな、なのかな。気にするな。それより、花なんて珍しいな。あ、これね。気に入ってくれた？1ギルなんだけど、どう？まあ、女性からの贈り物です。ありがたく受け取っておきましょうか。わあ、ありがとう。はい。まあ、言っちゃいましたけどね。まあ、今の花売りの少女も、まあ、冒頭でネタバレしちゃいましたけど、エアリスです。まあ、後に重要なキャラクターであることは、まあ、知ってます。ちょ。この不良たちは避けて進みますか。おっと、ポーションからあれは。うわ、びっくりした。
話しかけてみるか。おい、神羅に騙されるな。魔法エネルギーは永遠ではない。魔法は星の命、いつか終わりがやってくる。星の救世アバランチ。あ、呼んでるんですね、看板を。さあ進みましょう、進みましょう。おい、そこの男。うわ、神羅変化。やってやるぜ。俺は男だ、逃げるかよ。やってやる、かかってこい。たわいがないな。よし、ポーション獲得。何事だ、騎士。まあいいや、どんどんかかってこい。どんどん来やがれ。ほらほら、どんどんかかってこい。イエーイ。まあ、経験値稼ぎのいい相手ですね。いたぞ、騎士。やってやるよ。ほらほら、来やがれ、お前ら。このクラウド様が相手になってやるぜ。あ、それもなかった。ふう、挟み撃ちですら勝てないんですか、神羅兵さんよ。こっちだ、騎士。どうする、クラウドさん。どうします。ここまでだな。残念だが、お前らの相手しているほど暇じゃないんでな。たわごと、よし、捕らえろ。イエーイ。あばよ、神羅兵さん。クラウドかっけー。おっと、アバランチのメンバー、クラウドさん来なかったっすね。クラウド、やられちまったのかな。けっ、あの野郎が金ももらわねえでいなくなるわけねえだろ。クラウド、なんだなんだ。なあクラウドってさ、最後まで俺たちアバランチのために戦ってくれんのか。さあな、知らねえよ。さあチッ、お前らがもう少し頼りになりゃよ。あんな野郎雇わねえでもいいんだがな。あ、バレットさん、俺たちの給料。ケッ、いや、なんでもないっす。ははウェッジ、まあ、うん、まあ、いや、ふぅ、あ、なんだ、どんどんどん、なんだなんだ、あ、はい、彼にクラウド参上。クラウド、クラウド、クラウドさん。一斉に言わないでくださいよ。約束の時間に遅れたようだ。おい、遅刻野郎。ずいぶん派手なお出ましじゃねえか。そうでもない。普通だ。普通、クラウドにとってはこれが普通なんでしょうね。けっ、心配させやがって。勝手な野郎だ。ほう、心配してくれたのか。なに？ち、遅刻の分は報酬から引くからな。おい、おめえら。場所を変えるぞ。ついてこい。バレットさん、ツンデレなんでしょうね、当時は。うん、ツンデレだったんですよ、この当時はね。あ、クラウドさん、お疲れっす。へへ、クラウド、すぐの作戦も頑張ろうな。危ないから閉めとくね。ガチャ。やだ、クラウド、顔真っ黒。はい、出来上がり。ふん。ね、マコールで助けてくれてありがとう。わっそい。さ、クラウドの顔、当時こんなんだったんですね。FF7、まあ、最近のクラウドの顔はまあ、イケメンになりましたけど、当時はこうだったんですね、クラウドさんも。まあ、リメイク版だとまあ、この顔もイケメンになってるんだろうな。羨ましいですよ。さあ、行きましょう、行きましょう。ミッドガル8番街ステーション発最終列車終点、スラム7番街列車。
墓場駅到着予定時刻はミッドガル時0時23分。オラオラオラギッパレットだヒー。オラオラ待ってくださいよ兄貴。ふぅ直線するぜ俺たちも続けみたいなこれだから終電は参るよ。はぁ、あ、お疲れっす駅員さん。さん、ここはオレンジだから、まゆっくりしてけ。まあいろいろあったんでしょうねこの人。まあここが家っていうかホームレスなんでしょうね。お疲れ様です。ごめんよ、ちょっと気分が変なもん食ったからかな。あのミッドガル名物のプレートフィーバーどうなんでしょうね。あ、ちなみに僕ピザは嫌いです。すいません、好きな方は申し訳ありません。子供じゃねえんだ、一発してろよ。はい、すいません。まだ列車の非常停止体制には移行してないみたいだな。明日はそうはいかないだろうけどな。まあ一番マゴロ爆破されてまだそう時間も経ってないんでしょうからね。よし、アバランチで名を上げていつか俺だってくっす。セシねえクラウド、一緒に見ない？ミッドガル列車線路線図ディスプレイ2人で見ればきっと楽しいと思うの。私説明してあげるね。私こういうの好きなのよ、爆弾とかモニター画面とか排斥関係。さあ始めるわよ。これがマッコー少しミッドガル前傾フレームモデルね。スケールはだいたい1万分の1なのかな。1万分の1ってとこかな。上のプレートは地上から約 50m 離れてるの。プレートを支えているのは中心の大きな支柱と各区面に立てられた柱。柱は機械塔とも呼ばれているわ。爆破した一番マコールが北の外れにあるの。そこから順番に2、3、8万マコールまで8つのマコールがミッドガルの電力供給を支えているのよ。それぞれの町には名前もあったんだけど、ミッドガルに住む人は誰も覚えちゃいないわ。名前なんかより番号で呼ぶの、そういうところなのよここは。なるほど。ふう、次はこれ、ほら見て、私たちが今乗ってる列車のルートがこれよ。プレートを支えている大きな柱に螺旋状にレールが通っているの。今は柱のちょうど真ん中あたりね。各通過ポイントには AB 検知エリアが設置されてるの。乗客すべての身分や何やら全部死んだビルのホストコンピューターとして連動してチェックされちゃうわけよ。それじゃ個人情報とかも丸分かりってことですかね。やだなそれは。そうそう、まだ私たちはどう見たって不審人物だからリスの ID で通過してるの。それいけないことですよね本来。よく通ってましたねそれで。あ、噂をすればね。あ、警報か。この光が ID 検知エリア通過のサインなの。暗くなるから時間が多いのよ ID 検知エリア。ケシーさん、多分時間はないと思いますよ。まそれはさておき、もうすぐ地上に帰れるってわけ。なんだかホッとするね。ふう、あれ、ああ動かせるってわけ。でどうすればいいのかな。もう一回バレットに、あ、見ろよ地上が見えてきたって。昼も夜もね、俺たちの街だよ。ミッドガルのプレートさえなけりゃでっけえ空が拝めんのにな。ちなみになんですけど、ミッドガルの発音はミが強く発音してミッドガルらしいです。ミッドガルとかじゃないらしい、ミッドガルらしいです。まあどうでもいいんですけどね空中に浮かぶ都市か、落ち着かない風景だな。はあ、あんたがそんな風に感じるとはな、意外だぜ。上の世界プレート都市、あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでいることか。まあ現代でいう、まあホームレスとか、まあスラム街とかなんでしょうね。下の人間ってのは分かりますよ。下の世界は今じゃ汚された空気の溜まり場だ。おまけにマコールはどんどんエネルギーを組み上げちまう。
おかげで土地は枯れる一方だ。空気をきれいにする力もなくしちまった。どうしてみんな上へ移らないんだろう。さあな、金がないからだろ。いや、それともどんなに汚されていても地べたが好きなのかもな。分かっているさ、好きでスラムに住んでいるやつなどいない。みんなこの列車と同じ敷かれたレールには逆らえないんだ。おお、そういうもんなんですかね。この当時のグラは、まあ、すごかったんでしょうね。まあ、今はもっとすごいグラがありますけどね。まあ、リメイクが本当楽しみですよ。さあ、降りてきて。みんな降りて。ウェッジも降りて。まあ、仲間たちも降りて。続々と降りて。クラウドさんも降りて。おう、みんな集まれ。あ、はい。長い間駅員をしていますとね、いろいろな人生の場面を目撃することになります。出会い、別れ、喜び、悲しみ、少々のことじゃ驚きません。ベテランってことですかね。今回の作戦は成功だ。だがな、気を抜くなよ。本番はこれからだ。あんな爆発でビビるな。次はもっと派手にかわすぞ。アジトに集合だ。行くぞ。この二人何やってんですかね。今夜は返さないよ。すいません、変な声出ちゃいました。すいません。こっち行けないのかな。まあみんなあっち行ったけど、自分だけなんか興味ないねってこっち。あ、行けるんかい。あ、やべ、戦闘だ。行けるんかい。でで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 でと、行けないんだ。瓦礫に埋まっちゃってるから行けないって感じですかね。じゃあやっぱあっちなんだ。今夜は返さないよ。ってやつ。すいません。まあ、セーブ画面だ。さすがに今回長すぎたと思いますので、まあ一番マコーロパックが成功したということで、今回の動画はここで終わりにしたいと思います。セーブしますが、セーブしましょう。セーブしました。ですね、 FF7、 今回から始めた FF7、 自分はもちろんですけど、皆さんと一緒にね、この FF7 の世界を堪能していきたいなと思っておりますので、皆様、スクエア、実況動画記念すべき第一作、ファイナルファンタジー7を応援よろしくお願いいたします。では、今回の動画は以上となります。次の動画でお会いいたしましょう。お相手は、スクエアでした。FF7 を、実況動画、FF7 を、これからよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。